ことは知ってるけど、それをどうするかも、まあそれは意識的に変えれるから。なんか悪いことってなんかこうどんどん増えていくというか、栽培前みたいに増えていくじゃないですか、悪いことって。なんかこう悪い意見というか伝染していくから、そう否定的なこととか栽培のみたいに増えてくるから、だからいいことをね栽培していきたい栽培していきたいじゃない、いいことをこうなんかファンの方も含めみんなでこう増やしていきたいなって思うんですよね。悪いことって本当にどんどん影響されやすい方は特に増えていくし、なんだろう、例えば私のねファンの方でもこう私を ポジティブではないこととかもあるから、私はポジティブなことをこう増やしていけたらいいなってずっと思うんですよね。私のファンの方は私のことをね悪く言ったりとかは絶対にいい気にならないと思うから、それはもう、人が見えるところではいいことをしていきたい。そう、本当にいいことも悪いこともそう、本当に気持ちって伝染していくと思うから、だから私もこう前向きにというか、メンバーにもね、周りのメンバーにもこうどんどん伝わっていくと思うから、前向きにいようと思います。23歳、釣りけんさんありがとう、頑張った頑張った、ありがとう。結構そういうのって難しいけどね、 SNS の中ではもうそれは
世界ってすごいね、弱音を吐きやすくなると思うから、そこを自分でも弱い気持ちに負けないように強く言おう。お、ありがとうね。だいぶ悟ってるね。だいぶ悟ってますね。じゃあ私はそろそろ終わります。惜しい。男女変わったらお読みします。いえいえ、ありがとう。いい言葉を増やしていきたい。変わった。では今日の1位はコウタルさん、ありがとうございます。2位はイトキンさん、ありがとう。3位はシノさん、ありがとう。しかしかありがとう。4位はメロンパンさん、5位はアオちゃん、6位はイトキンとバルタの友達自称ありがとう。7位はコッペさん、8位はナイセンさん、9位は F 渋谷さん、10位は高尾炭治郎さん、11位はなおなおさん、12位はたてさま、13位はきちねさん、ありがとうございます。まさとしさん、せいやんさん、ロックオンさん、さとるんさん、あわさん、ありがとうございます。ちゃん、りんさん、大西くん、ケンタロウさん、ナリさん、エビスさん、ジャッキーさん、ミツルンさん、プチコちゃん、エイちゃん、ヤシさん、ツリケンさん、パトさん、ガッちゃん、イケコピョンピョン、32位がユウキさん、ありがとう。どうでも変わってる。いい感じに自分の抱負も言えました。伝えるのは難しいんですけど、わあ。ではね、今日もありがとうございました。ありがとう。はい、で私は重大な任務がございますので
からの重大な予定がありますので。あ、そうだ、明日、私明日あれだ、お昼前ぐらいに配信しますね。夜が分かんないですね。ゆるぴく、あ、ありがとう。休み。そうでございます。仕事ピエンアラマ。ではでは。バイバーイ。たこ焼き食べたーい。たこ焼き食べたーい。